どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。今日はね、新作映画じゃないんですけど、まあ、昨夜ですかね、デッドバイデイライトに新キラー、セノバイトが実装されました。僕の動画でも意味なくデッドバイデイライトをバックに流しているので、もしかしたらこのゲームのファンの人も多いんじゃないのかな？どうなんだろう。だったらまあご存知の通り、デッドバイデイライトはいろんなホラー映画のキャラクターとコラボすることが多いんですよ。前回はバイオハザードシリーズからネメシスがキラーとして登場しました。まあ過去には他にもハロウィンのマイケルとかエルム街の悪魔のフレディ、悪魔の生贄のレザーフェイス、あとソーのブタちゃんなどいろんなね、キラーがコラボしているんですよね。次回あたりキャンディーマンがコラボするんじゃないかと噂になっています。なぜならキャンディーマンの新作というかリメイク作が10月15日に日本でも公開予定なんですよね。さて、今回の新キラーであるセノバイトなんですが、こちらはヘルレイザーというホラー映画のキャラクターなんですよ。このヘルレイザー、1987年の作品で、監督はクライブ・バーカーというおっさんなんだけど、この人実は、禁じられた場所っていう小説を書いていて、これを映画化したのがキャンディーマンなんですよね。はい、どうでもいい豆知識。ホラー映画少年だった僕は高校生だったか予備校生時代ですよ、87年といえば。このヘルレイザーを劇場鑑賞してました。当時見た時はね、うわ、つまんねえっていう感想だったのを覚えてるんですけど、あれからね、ヘルレイザーシリーズになっていて、10作品も作られてるんですよね。1作目を見たのは30年以上も前なので、内容をよく覚えていません。なので、デッドバイデイライトコラボをきっかけに見直してみようと、Amazon プライムとかね、ネットフリックス当たってみたんですけど、配信されてないじゃないですか。いや、ちょっと前もね、配信されていたと思うんですけど、今配信されてないんですよ。しょうがないので、ツタヤに赴いて DVD を借りてきました。まだまだ配信されてない作品が多いので、ツタヤ等の DVD レンタルはね、まだまだ利用できますね。利用しますよ。見たいと思っていた映画に限って配信されないのもあるあるじゃないでしょうか。今僕ちょっと新作のホラー小説を書いているんですけど、その参考資料としてホラー映画の光る目っていう作品を見たかったんですけど、これもね、配信されてないし、ツタヤを調べてみても並んでないので、Amazon で DVD を購入しましたよ。オリジナル版が1960年制作の白黒映画だったんですけど、あとそのオリジナル版とジョン・カーペンター監督のリメイク版の両方の DVD を買いました。まあそれはともかくね、ヘルレイザーの原作は監督であるクライブ・バーカーの小説「ヘルバウンド・ハート」という作品です。本人は監督と脚本も担当していますね。映画としてはかなりマニアックな部類だと思いますけど、ホラー映画ファンの間では、まあ結構有名な作品となっています。ホラーといえばですね、皆さん、iPhone をお持ちでしょうか？ iPhone に Book っていうね、アプリがインストールされていると思うんですけど、それ、Apple Books、電子書籍のアプリなんですが、それにですね、僕今、ホラー小説、新作を、連載中なんですよ。タイトルは、駄菓子屋ファーストの悪魔っていう作品なんですけども、まあこれね、無料配信されているので、最初から最後まで無料で読むことができます。いずれ刊行されるんで、もうまあ刊行されるとね、有料になってしまうから、今のうち読んでいただけると嬉しい。おすすめしますね。内容はね、スティーブン・キングの「イット」みたいな内容で、まあ、なんていうのかな、1984年の片田舎の駄菓子屋が舞台なんだけど、その駄菓子屋の片隅に設置されたテレビゲーム、レトロアーケードゲームに悪魔が巣くっていて、その悪魔と地元中学生の死闘を描いたジュブナイルホラーとなっています。スティーブン・キングのイットみたいでしょう。よろしくお願いしますということでね。はい。ぜひ読んでみてください。ではね、このヘルレイザーなんですけど、ざっくりとね、あらすじをご紹介いたしましょう。フランク・コットンというちょい悪でエロいおっさんが本作のキーパーソンとなります。このおっさん、ひょんなことでルマルシャンの箱を手に入れたんですよ。この箱はデッドバイデイライトでも重要なアイテムとなっています。サバイバーはこの箱を解除しないと鎖攻撃に悩まされることになるんですね。ルシャルマンの箱はルービックキューブみたいなパズルボックスになっていて、形を組み替えることで究極の性的快楽を体験できるという、まあ、テンガみたいなね、伝説のボックスです。そのテンガを超えるめっちゃ気持ちいい快楽体験ができるということで、
股間のエロさには定評のあるフランクおじさんは、苔の一念でそのパズルを解いてしまいます。すると異世界から魔導士たちがやってきて、フランクの体をバラバラに、この鎖でね、バラバラに引き裂いて地獄に送り込まれてしまうんですね。そんなフランクおじさんが住んでいた家に、数年後、フランクの弟であるラリーが奥さんのジュリアと娘のカースティを連れて引っ越してきます。もちろんもうその時点でフランクは消息不明。この兄弟関係がうまくいってないようで、弟のラリーはフランクのことを軽蔑してるというか悪く言うんですよね。奥さんのジュリアと娘のカースティには血のつながりがありません。カースティから見るとジュリアはママ母なんですね。実はそのママ母のジュリアには、秘密があってですね、彼女となんと失踪前のフランクは愛人関係にあったんですよ。もちろんそのことをラリーもカースティも気づいていませんでした。ある日、ラリーは引っ越し作業の最中に手を怪我しちゃって、ちょっとした出血をしてしまった。その血が床に滴り落ちると、なんとその血を栄養分としてフランクが床下から蘇ってくるんですよ。といっても完全な体ではなく、皮膚がない状態なのね。他人の血を吸うことで復活できるというわけなんだけど、まだ血が足りない。そのことをジュリアに伝えると、彼女はそんなね、まだ化け物同然のフランクに怯えつつも彼に従うようになるんですよね。こんな見た目なのにマジで愛していたんですね。っていうか、単に体の相性が抜群だったようです。そんなフランクとエッチしまくりたいと思ったジュリアは、夫と娘の不在を狙って外から男たちを誘惑して家の中に誘い込みます。そして彼らを殺しては、その血をフランクに吸わせていました。生贄のおかげで徐々に完全体に近づいていくフランク。そんな彼は弟のラリーの血を求めますが、さすがにジュリアは夫を殺すことにためらいを覚えます。そんなある日、ついにカースティがママ母の浮気現場を目撃してしまう。そんなジュリアを問い詰めようと屋敷の中に突するんだけど、そこに待ち構えていたのはおぞましい姿のフランクおじさんでした。彼女はおじさんとママ母に追われて屋敷の中を逃げ回ります。そして彼女はルシャルマンの箱を見つけて命からがら屋敷から逃げ出しますが、途中体力と気力を失って病院に運ばれてしまう。まあその病室ではね、暇だったんで、フランクおじさんから持ち逃げしてきたルシャルマンの箱をいじっていたら、偶然にもパズルがね、完成しちゃったんですよ。それはなんと魔界へ通ずる扉を開く鍵だったんですね。彼女の前に不気味な姿をした魔導士たちが姿を現します。さあ一体彼女はどうなってしまうのかみたいなね、そんなお話になっておりました。はい、バックにはデッドバイデイライト、セノバイとの対戦が、出てると思いますけども、まずですね、この映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画「ヘルレイザー」、評価額はズバリ800円。凡作じゃないかな。いやー、熱狂的なファンの皆さん、本当申し訳ない。ホラー映画の傑作っていう人も少なくな、ないようなんですけど、まあ個人的にはね、ボンクラホラーだよ。ちなみにこのね、セノバイトっていうのは、この顔が釘だらけのおっさんの名前ではなくて、魔導士っていう意味なんですね。魔導士っていうと邪悪な存在のようなイメージがあるけど、ここに出てくるセノバイトはちょっとね、違うんですよね。彼らは人々に最高の快楽を与えてあげたいという信念の持ち主なんですよ。でも最高の快楽を得るためには最高の苦痛を伴うよっていうコンセプトなんですね。お風呂に入って気持ちいいとか、ご飯が美味しいねっていう快楽ではなくて、究極の快楽とは究極の苦痛のその先にあるんだよっていう考え方なんですよ。まあ、最近だとフランスのやりすぎホラー映画、マーターズがそうでしたよね。このマーターズ、現在 Amazon プライムで配信されています。一回見てみる価値あると思いますよ。とんでもない映画ですけどね。そんなわけで、このセノバイトたちはパズルボックスを解いた人間たちに究極の快楽という名の苦痛を与えるという、まあやられる側としてはありがた迷惑でしかないことをしてくれるわけです。いやー、僕結構ですと丁重にお断りしても、パズル解いたんだろう、遠慮すんなよってね、聞く耳持たないんですよね。
どうやら彼らは相手のために良かれと思ってやっているわけで、いや、こういう善意がね、一番たちが悪いですよね。セノバイトは4人ほど登場するんですけど、よくよく見ると彼らも自分自身に苦痛を課しているわけですよ。その最たるキャラクターが今回新キラーとして登場するピンヘッドですね。頭と顔中に釘を打ち付けてるって、もうどんだけって言いたくなるようなド M っぷりです。なのに瞳なんか妙につぶらで、天然っぽいんですよね。こういうやつが一番やばいよね。魔導士のくせにどういうわけか、ボンテージファッションっていうところも、なんか笑っちゃいますよね。このピンヘッドの他にも、チャタラーというね、セノバイトがいて、こちらも DLC スキンで、購入できます。今画面に出ているあの右に立っている人ですね。顔が潰れて、唇が剥がれて、歯と歯茎がむき出しになっています。何かと似てない？これ。そうなんですね。ネメシスじゃないですか。なんでも、ネメシスのデザインは、このチャタラをイメージされたものらしいですよ。そっくりですよね。まあ確かにこの4人の魔導士は見た目は子供が見たら、ちょっとしたトラウマになりそうです。見た目だけはね、かなり強烈ですよね。そんなわけで、この映画の見どころは何といっても、このセノバイトたちの、このおぞましいにも程があるビジュアルですよね。ただ、ストーリー、映画として、ホラー映画としてはね、今一つだったんですよ。こんな強烈なビジュアルの魔導士が登場するのに、内容は昼間に放映されている出来の悪いサスペンスメロドラマみたいなんですよね。性欲が強いにも程があるおばちゃんとおっさんのチンケな不倫ドラマ、そのやりとりもアホらしいの一言。出来事がほとんどが家の中という何ともミニマムな舞台です。それこそ夜に出くわしたら秒で逃げたくなる衝撃的なビジュアルの魔導士が出てくるんだから、それに見合った舞台にしてほしいかなと思いましたよ。なんていうかね、サザエさんのお家でジェイソンが暴れているようなそんな感じなんですね。で、これがね、パート1なんですけど、パート2はなんかね、もう今度地獄に行っちゃうみたいです。で、3作目は今度はガラリと変わって、街を舞台にしたパニックホラー的な展開になっていて、さらにはピンヘッドの過去についても描かれていました。この人ね、最初から釘を刺していたわけじゃないんですよね。で、4作目になると彼らは宇宙に行ってしまいます。まあ、ジェイソンもジェームズ・ボンドもシリーズがヒットすると宇宙に行くから、きっとまあ、ジンクスみたいなもんなんでしょう。もう行ってらっしゃいって感じですよね。5作目がリブートになっているんですけど、そこから先は見ていません。10作目ともなると日本では公開されず、 DVD にもなってないんですよね。そして情報によれば、さらに再リブート作品が制作進行中らしいです。そうなるとそれはね、11作目になるのかな。 Hulu が制作権を獲得したそうなので、まあ、比較的ちゃんとした予算のついた作品になるんじゃないかと思いますね。まあ、そんなわけで、ヘルレイザーシリーズなんですけど、13日の金曜日シリーズや、ハロウィンシリーズや、エルム街の悪夢シリーズなんかよりも、作品数が多くなっていたことはね、これ意外でしたね。いつの間にこんなにね、出ていたんだって感じですよ。もっとも、デッドバイデイライトの場合、本当に怖いのはキラーじゃなくて、アップデートされるたびに見舞われるバグの方なんですよね。最近はデータ消失バグがツイッター上で話題になっていて、ちょっと怖くてね、ゲームを起動することすらできませんよ。ちなみに僕のプレイ時間、デッドバイデイライトのね、今までのプレイ時間は、もうなんとね、3200時間なんですよね。これまで積み上げてきたデータが全部消えてしまうなんて、まあ、それこそエルム街の悪夢以上に悪夢ですよ。はい、そんなわけでね、デッドバイデイライトの皆さん、ヘルレイザーにはね、若干の興味を持ったと思うんですけども、まあ、残念ながらね、今ではネット配信サービスでは配信されてないんで、まあ、何らかの形でね、DVD を入手するしかないような形にはなっていますけど、まあ、ぶっちゃけ見る価値があるかと言われたらね、まあ、個人的には微妙かなって気がしますけどね。ただ熱狂的なファンも結構多いし、10作も続いているので、ホラー映画好きな人はもしかしたら好きなのかな。まあ、僕もホラー映画好きですけどね。あんまりこのヘルレイザー面白いとは思わなかったな。皆さんどうですかね。もしよろしかったらコメント欄に感想なんか書いていただけると幸いです。はい、というわけで今日はここまで。以上、ミステリー作家の七尾でした。それでは皆さんごきげんよう。